たくさんあるんですけれども、僕的には本当可愛いキャラクターとかが好きなんですよ、年齢の割に。でチェーンクロニクルは本当にあの SD になったキャラクターが可愛くて、で決められた動きしかできないわけじゃなくて、自分がここからあそこに移動させようとかっていうとある程度自由度があるので可愛いんですよね。わりかしあの悪塗りしてアドリブ加えてやったものとかもあったりするので、その辺があのユーザーの皆さんにどう受け止めてもらえるかなっていうのはあるんですが、いろいろなタイプを本当にやらせていただいたので、できれば全部堪能していただきたいですね。はい、ジェーンクロニクル、2部に入って多分ますますパワーアップすることだと思います。そしてまた新たなね、こういろいろ思考を凝らしてユーザーの皆さんを飽きさせないような展開になると思うので、これからも引き続きプレイをしていただきたいです。これからもチェーンクロニクルをよろしくお願いします。